こんばんは、カバサです。前回の続きなんですが、前回見てくれた方ありがとうございます。動画をこう編集してたんですが、かなり時間がかかってしまってて、で半分もいかないうちにもう7分とか超えちゃってて、でそのままいくと20分30分もかかっちゃうような感じだったので、今回はもうささささっと撮ってしまいます。で今回はちょっともう右左右右で左右右左左の交互で進めていくパターンを進めていきたいと思います。ではよろしくお願いします。もちろんですね、これもゆっくりやって形でやった方がいいと思います。で次でここでですね、この手順ってバディリッチだとかビニカレータだとかがよく使ってるんです。でそちらをちょっとやってみます。バディリッチの技はですね、240ぐらいが多分気持ちいいかなと。300がちょうどいいと思います。ちょっと300に合わせて聞きます。左右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 左をちょっとやって、で結局バディリッチとビニカリュータの
真似でしかないかったというか、うん、自分で何か考えてみようと思ったんですけど全く思いつかなかったっていう。でもまあ一応勉強にはなるので、ちょっと、バジリッチの方の早くなったり遅くなったりするのは、早い方はどちらかというと3拍フレーズになってるのでやりやすいと思います。で遅い方は5っていう感じになってるん で、まあそれでもちょっと難しいかな何とも言えませんで、うん、また何かあったら見てください。また何かこう考えてやってみるつもりです。ではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。